じゃあ二つ目。シープラプラが続きます。ああ、これもなんかゾッとするエラーですけど、BCC32 致命的エラーと。旧バージョンの C プラプラビルダープロジェクトを最近です。の、XE3 じゃなくてね、C プラプラビルダーに移行しようとしてますが、あるプロジェクトをビルドすると、以下のようなエラーが出てコンパイルできません。使ってる OS は 64bit 版です。Windows 7 64bit 版かな。で、メモリも 8GB 積んでるんですけど、ということです。どんなエラーが出てるかっていうと、非常に簡単で、メモリ不足。みたいな。いや、別に笑い、本当に笑い事じゃなくて、本当に困って、もう別にこの先進まないから困ってるんで、メモリ8が積んではないでしょうがですね。メモリ薄くて言われがないでしょうがですね。コンパイルしてほしいんですね。はい。実際に出るんです、こういうことは。私がブログに書いた SQLite を C++ ビルダーか使うみたいな、そういうブログの記事でも、オープンソースの SQLite.c っていうソースコードをプロジェクトに入れて、C++ ビルダービルドするとですね、これが出ることがあります。SQLite のソースコード超巨大なんですよ。E1 ファイルで。超巨大なんです。それをビルドするとですね、メモリが足りないって言ってるんですね。これどうでしょうか？なんか意見があります。これ実際に出てる方いらっしゃいます？外国のユーザーの方結構いるんですよね。俺のコードは5万行あるんだけど、みたいな。分けた方がいいよと思うんだけど、もうそういうの言えないですよね。実際出てるんで。で、ただ問題はその昔の C++ ビルダーでは問題なかったんだけどって言うんですよ。まあしょうがないですよね。新しいバージョンしたけど、メモリもいっぱい増えたのになぜかメモリ不足で出ちゃうと。はい。元々の問題っていうのは、コンパイラー自体が 32bit。ね。今日午前中で紹介した BCC64 のコマンドラインコンパイラー。これも 64bit 版じゃなくて、サブ 32bit 版だと思います。それはそうですよね。Windows 32の、プロセスとして、64bit ビル、のモジュールをビルドできなきゃいけませんから、コンパイラー自体は 32bit ですね。はい。で、巨大なソースファイルをコンパイルするとき、何万行あるとかですね。場合によっては、メモリーが足りなくなる場合がある。メモリー 8GB 積んでようが、32bit プロセスだと、使えても 2GB ぐらいですね。はい。で、しかも連続しなきゃいけないっていう状況もある、必要もあるので、全体でその一気に使えるメモリーなんていうのは、512MB ぐらいですかね。取れても768MB ぐらい。で、もともとこのコンパイラーが使おうとしている、予約数ですね、メモリーサイズそんなに大きくないです。32MB とか64MB ぐらいですね。非常にちっちゃいです。で、場合によってはその複雑なコンパイラーをするとメモリー足りなくなることがあるんですね。はい。で、さあどうしようかってことです。回答。この問題にぶち当たってない方は多分絶対知らないと思いますけど、プロジェクトオプションに C++ コンパイラーの拡張っていう変なオプションの場所があるんですね。ここにコンパイラーに渡す追加オプションっていうのは、自分で手動で追加できるオプションの場所があるんです。はい。以下のパラメータを指定します。サイズはですね、環境によるんですね。まず、XE のより前だから、2009までですね、の C++ ビルダーの場合には、-CX のペケペケペケと。512とかっていうのを渡すんだよ。で、それ、ちょっと困ってるのは、その、XE 以降の XE、XE2、XE3 の場合には、セーブメモイコール、ペケペケペケと。二通りあります。これは手動で入れてください。で、それ、使えるそのメモリのサイズ、一気に確保しようとしますので、その、マシンの環境、例えば IME が入っていて、どうやってもその、途中のロードされる DL の場所が相性が悪くて、一気に 512MB 取れないとか、1GB 取ろうと思っても大体無理だったりとか、ってことがありますので、だいたい 256MB とか、あれば足りるかなと。私の外国のユーザーも含めてですね、だいたい256から512の間指定すれば、まあ問題はなくなっているようです。が、もしくはできれば小さいソースコードに分割していただくと。当たり前の話なんですが、いいかなと思います。まあ自動で生成されるコードなんていうのはね、非常に何万行あったりすることもあるんで、仕方ない時もありますけども。とにかく二通りバージョンごとによって違うので、注意してください。かつメモリのサイズも指定できる範囲があります。環境によりますので注意してくださいということです。はい。ああ、これ書き換え難しいですね。X 以前は、2009、2007、
あ、じゃあ2010、2009、2007、2006と。プリ XE と、と、XE or later ですね。申し訳ない。これ今 BCC32 の XE3 版を起動したんですが、この中にその、オプション、一応ありますね。今 XE3 だと、ハイフンハイフンセーブネームっていうオプションがありますよと。言いますと、セーブメムメモリサイズの最大サイズ、もう意味がわかんないですけど、もうセーブメムって言ってる時点でよくわかんないですね。はい。で、これはグローバルシンボル及び類似の構文要素を格納するために割り当てられる連続したメモリーですって書いてあるんですね。最近やっとこういうふうにあのヘルプでちゃんと出てくるようになったんですね。それまでは結構試行錯誤しててですね、隠しオプションであったんです。はい。で、プリコンパイル済みヘッダーはこのメモリを使用しますので、プリコンパイルヘッダーが超巨大になってくるとまだメモリが足りなくなることがあると。だから、プリコンパイルヘッダーを使うのやめるってやると問題が解消することもあるでしょう。はい。まあ、たまには、コマンドラインでこうやって、ヘルプ見ると、いいので、いろいろありますので、使ってください。はい。では次に行きましょう。3問目。ATL と、ActiveX でございます。これも本当にある話なんです。旧バージョンの C++ ビルダーで作成したプロジェクトを XE に移行していますが、と。コンパイルしようとすると、ATL ベースヘッダーがないとかって言って、ビルドができません。確かにそんなヘッダーは XE には入ってませんけど、どうしたらいいでしょうかと。これは結構深刻ですね。ビルドができないですから。エラーはそのまんまでですね、こういう、ヘッダーが見つからないって致命的。ただね、救いなのは、エラーメッセージに英語なんですけども、こう書いてあるわけです。You must って書いてますね。古いバージョンを使ってたらですね、そのバージョンが持ってたヘッダーを XE とかの新しい開発環境のインクルードの下に持って、コピーして持ってこいと書いてます。まあこれに従ってもいいんですけど、と。まあなんでこういうこと書いてあるかっていうことですね。XE からです。XE からです。ActiveX フレームワークのベースのライブラリーがですね、Microsoft の ATL ではなく、Delphi 譲りの DAX、Delphi ActiveX ライブラリーに切り替わりました。Delphi はずっと昔からこれ使ってるんですよ。で、C++ の方はですね、まあ MFC のこともありましたので、Microsoft の Visual Studio とかのですね、ATL もそのまま使ってたんです。C++ Visual 6とかね。今は DAX に変わってますので、切り替えが必要です。そう難しくないんですけど、ヘルプもちゃんと載ってます。で、一つ目は、先ほど言った、その DAX に切り替えると。まあ、それでもプロジェクトを新規作成し直して、もともとあるものを追加すれば終わっちゃうんで、簡単なんですけども。まあ、それすらもう困るなと、嫌だなと思う人は、ライブラリだけの問題ですから、旧バージョンから必要なファイル、丸ごと持ってくると、はい。で、先ほど見たエラーメッセージのそのままに、これの情報だけではちょっと難しいので、どうしましょうかって話ですね。具体的には、この vclhew.hpp なども必要です。まあ、ビルドが通るまで、延々とですね、そのたくさんはないんですけども、必要なファイルを、古い C++ ビルダーのフォルダーからコピーして持ってくる。あ、そう、続けるだけと。で、ビルダーが通ったら、やったと。ですね。はい。まあ、なので、ちょっとエラーメッセージの通りに、作業しようと思っても、ちょっとうまくいかないことがあります。注意が必要ですね。今言ったこの案2の方は、たまたま今、そうやって、うまく動いてますけども、将来的にそれを ATL が復活するってこともありませんし、継続的なサポートはありませんので、C++ ビルダーで ActiveX 使う方は、Delphi のライブラリの方を使うように切り替えてもらうってことですね。はい。さて、次でございます。これはまたエラーですね。次、リンカーですが、なかなかしぶといですね。旧バージョンの C++ ビルダーのプロジェクトを XE に移行中です。今度はあるプロジェクトビルド、コンパイルうまくいったんですが、リンクエラーが出ました。ということです。
よく見るとですね、iLink32 のエラーで、未解決の外部シンボル、アンダースコア CG、アンダースコアペケペケペケが見つからないと。まあ、見つかるようにすればいいじゃんって話なんですけども、これなんか原因、まあ、CG って何だかわかります?僕もこれだけ見るとわかんないですよね。CG、A、PY なんだこれみたいな。実際に怒るみたいです。CG とは何でしょうか。俺がこんな関数を呼んだ覚えないぞと思うんでしょうね。どうでしょうか。CG って何だろうと。しかもアンダースコアついてるしみたいな。まあ、決して自分で書いた構造がこの関数で直接呼んでるとは思えないです。はい。原因と解決策ということで、実はコードガードの CG だったんですね。で、お客さんはですね、コードガードを有効にしたまんまのプロジェクトを新しいバージョンでビルドしようとした状況です。ただ、この時にエラーが発生する条件って結構、絞られてまして、C++ ビダ6とかで古いバージョンでコードガード有効にしたプロジェクトがあります。で、かつ、C++ ビルド2009以降、バージョンでビルドしようとしつつ、ただし、その時のオプションが、プロジェクトのファイルの中に問題があるんでしょうね。コードカードはオフになってるってことです。よくわかんない状況なんです。本当にこうなるみたいな。古いプロジェクトを新しいデルファイア C++ ビルドでオープンすると、もうこういう問題は起きないんじゃないかなと思ってるんですけど、実際にこういうことがあるみたいです。バグ、うちの弊社のバグなのかもしれませんが、プロジェクトのフォーマット何パターンかありますので、隠れたバグが残ってるかもしれませんね。一つ目の方法、解決方法はね、まずはコードガードを一旦オンにすると。まあ、オンにするとずっとオンにし続けなきゃいけなくなるので、ちょっとこれ困ったなっていうことですね。まあ、一番手っ取り早いのは、プロジェクトを新規に作成して、ソースのユニットなどをもう一回追加し直すと。綺麗に作り直すっていうのが一番いいんですけども、そうじゃない場合はいいです。プロジェクトが500個あったら嫌ですもんね。そうした場合にはまず、しょうがないんですけど、デバッグ構成の方で、デバッグのコードガードを有効にすると。これでとりあえずうまくいく。もう一個。まあ、それをやめて、そういうことが分かったらすぐさまですね、古いプロジェクトの方で、まずコードガードを無効にするようにしてくださいと。で、その後にプロジェクトを移行してください。本当にこういうことみたいです。エラーだけではちょっとわかんないんですけども、プロジェクトファイルのフォーマットとか移行のステップによってはですね、こういう問題が起きることがあるみたいです。はい、じゃあもう一問いきますね。最後。これはですね、これもつい最近、本当に私がコンサルタントとしてですね、トラブルシュートとかに出向いた時にある話で、これデルファイの方なんですが、C++ ビダも一緒です。デルファイ6から C++ ビダ、デルファイ6からデルファイ2007にプロジェクト移行してるんですが、リストボックスのカラープロパティ。を使ってるんですね。これはですね、ユーザーにその問題があるよっていうのを知らしめるために、リストボックスのカラープロパティを赤に変えてるんですね。目立つように。で、6と2007で挙動が異なってもうすぐ分かっちゃうんです。なんか違うっていうのは。デルファイ6ではリストボックス全体の色が変更されるんです。だけど2007ではリストボックスのアイテムの部分だけ色が変更されてしまいます。どういうことかっていうと、コードでは、まあ、単純化したんですよ。ボタンを押すと、白と赤を、ウィンドウの色、灰色ですね。灰色と赤を切り替えているコードです。チカチカチカと。デルファイに6で動かしていたもの。まあ、7でもいいんですけども、赤に切り替えたらもう全体赤ですね。まあ、これは今まで通り、ここでやってたんだけど、新しいバージョン移行したら、こうなっちゃってみたいな。まあ、ギリギリ許せるかなって気がしますけど、これじゃなと。1行目だけ横いっぱいに描画されてるけど、2行目以降は後ろ切れちゃってますしね。どうしましょうかってことです。何でしょうかと。これ、即答できるから言います。これ絶対皆さんにも遭遇してる方いると思うんです。大臣の方もこれ遭遇してる方いましてですね。ちょっと回答を見ると驚くかもしれません。さあ、原因と解決策。
まずこの少女はと。デルファイン奈良から、実は2009まで存在していた VCL に存在する不具合です。実はデルファイン奈良の頃に報告されたバグなんですよ。これ番号を見ると、クオリティ線の番号を見ると非常に4桁しかなくて、非常に超昔のものなんですね。2009まで直ってなかったんです。まあ、なんでかっていうことなんですけど、直さない理由っていうのも、まあ、あるんでしょうね。今はですね、X 以降ですね。2010はどこ行ったんだって気がしますけど。2010はどうなんだろうな。忘れてんのかな、うん。なんかサポートがこういうふうに回答したんですよ。確かね、言い出してるかわかんないけど。2010でも多分あると思います。問題は。2000。はい。で、X 以降は直ってるんです。X 以降の方は心配しなくていいんです。それまでの方ですね。安心でやっぱりやりたいから2007使ってるって方もいらっしゃるんです。で、回答としては、その背景色が再描画がうまくいってないんですね。カラーを変えるっていうのはアイテムの部分プラス背景色の部分を再描画しなきゃいけないんです。で、このクオリティセンサル9147見に行くと、ちょっとね、ポイントがちょっと外れたワークアラーが書いてあって、なんかそれで解決できてるということなんですが、実は、背景色をですね、再描画要求するっていうコードを1を書いていただけると、2010までの方は治ります。X 以降の方でいいですよね。はい。デルファイ6、X 以降は OK なんです。その間の中間のバージョンの方は、インバリデイドレク、Windows API でございます。リストボックス全体の再描画で、かつ、ここは重要なんですけど、最後の True パラメータ、T を思い込むのでどっちもいいんですけども、背景色も含めて再描画要求するっていうのを明示的に渡してあげないとうまくいかない。リストボックスの親クラスずっと遡っていくと、この色を変えた時の再描画のコード、インバリデイドレクと呼んでるんです。ですけども、なぜかフラグがですね、フォルス側に移ってまして、親クラスの、すごい親クラスのコードで動いててですね、リストボックスの場合になぜかやっぱり再描画するときには背景色も含めた再描画が必要らしいと。いうことですね。なので、この最後の true を渡すインバイト予約というのが必要と。で、これで直ります。さあ、で、先ほど言った、その、リグレッションのような問題がありますということで、普段ですね、私は、お客様に伝えている内容はですね、まずテクニカルサポートに相談してくださいと、有料なんですけど、で、もう一つはディスカッションフォーラムっていう掲示板みたいなのもありますので、日本語専用のフォーラムもございますので、それを使っていただいても結構です。ただし、無料のものなので、明示的な回答があるかないかっていうのは保証できませんよと言っています。で、もう一つのオプションがあります。皆さん、Delphi C++ ビルダーインストールすると、フォルダーの中に Quality Central っていうですね、フォルダーがあるんです。これ、起動したことある方いらっしゃいますか？いない。困った。クオリティセントラルと言いまして、バグ報告もしくはリクエストの要求を上げるためのウェブのインターフェースが用意されております。ウェブですとですね、Google でクオリティセントラルって探すんです。すぐ見つかりますね。で、ここで EDN のアカウント、エンバカドデベロッパーネットワークのアカウントを使ってログインしていただいた後に、まあ、検索するならログイン必要ないんですけども、登録する場合ですね、バグだと。バグだっていうときには、この、それぞれの製品のカテゴリーをずっと辿っていきまして、例えば VCL とか、キーストボックスなんですよ。ちょっと反応が遅いんですが、もう何万件と入ってます。もう今、桁数によると111104番目までいってますね。はい。色分けされてます。報告されたばっかりのものは、リポーテッドの白色。バグとして、もしくはリクエストとして、弊社の内部的なバグトラッキングシステムに移行したものは、オープンってなってます。問題解決、まあ、どのバージョンかわかりませんけど、現在問題解決されてます。もしくは、テストケースエラーですみたいな。あなたのコード自体の方が間違ってます。という時には、なんかクローズされると。オープンされてるか、クローズされてるか、もしくは、リポーテッドのまま。問題というか、なんていうか、回答して、しない、できない問題もありますね。で、あとは、こちらの方から、サンプルコード欲しいですとかですね。こうしてみたらどうでしょうか。そういうやり取りを書いた後、ユーザーの
回答を待っている状態が need feedback っていう状態になっています。で、これ全体英語ですので、日本語で問題を報告していただいてっていうのはちょっとできませんので、英語は必要でございます。で、相談っていうレベルでも、このクオリティセンターを使っていただいても、まあいいかな。外国の方は結構、自由でですね、バグも含めて、リクエストも含めてですね、あと普通の質問みたいなものをクオリティセンターに入れてくる方もいらっしゃいます。で、日々私はですよ、毎日ですね、土日も含めて、このクオリティセンターをエグゼっていうのを起動して、ウェブちょっと使いにくいので、ネイティブアプリケーションのクオリティセンターのエグゼを起動します。で、ログインしましたと。ログインね。EDN のアカウントを使ってログインしました。で、その後ですね、もし自分が関わっているプロジェクトで関係しそうなバグ、例えば、今からデルファイの XE3 を使おうと思うんだけど、で、データベースにアクセスしたいんだけど、で、なんか問題が発生しているようなんだけど、ということですね。で、リグレッション難度を入れながら検索するわけです。キーワードにリグレッションって入れました。S が1個足りなかったですね。はい。で、まだ問題解決していない状況だとオープンですね。いろいろ選択して、この雷マークですね。押します。検索してくれる。4つヒットしたと。このディスクリプションというのは説明の部分ですね。ステップの部分は、その問題が発生した時の必要な手順ですね。あとは、その問題を回避する方法があれば、ワークアラウンドっていう欄があります。で、問題が発生するサンプルプロジェクトなどがあれば、アタッチとして、アタッチメントとしてですね、添付してくれる。で、この方、アンドリューさんという方ですね、11月27日に報告していただいてと。で、私の方から、私毎日チェックしてますので、テストしてあげてですね、詳しいことをもうちょっと教えてほしい場合には、コメントを書いたりとかして、やり取りするだけです。で、今見るとですね、リグレッションとしてですね、私が勝手にディスクリプションで付けてるんですけども、4つほどあると。まあ、オープンしたまんまです。まあ、それ以外にも、デルファイで、XE3 で、リゾルブヌ、チェックドインですね。まあ、いろんなパラメータがあるんですが、まあ、オープンで直ってはいるんだけど、と。っていうのを探した場合は、こうなると。結構ありますね。リグレッションと。まあ、この辺全部英語なんですけども、こうやって自分の関係しそうなものを探します。例えば、あとは、先ほど言った T リストボックスの場合、VCL のスタンダードコントロール T チェックボックス、ね。で、ここにカラーって入れるんです。先ほど言ったカラープロパティ、背景色とかですね。で、押しますと、6件ほど、7件ほど見つかりましたね。これ見るとですね、T チェックボックスフォントカラー。ね、昔、2006年に報告されているものですね。実際には can not fix っていうステータスで閉じられています。コメントなどを見ると、これは OS の設定なので、T チェックボックスのフォントの色は変えられませんよという。うん、2006年ぐらいからユーザーの方は言っている方。はい、いらっしゃいますね。それ以外にも全部あるんですけども、全部、この28777っていう既存のバグ報告と同じものなので、クローズしてしまったという状況ですね。はい、さあ、皆さんはですね、もし問題が発生した場合、テクニカルサポートに問い合わせていただいてもいいですし、ディスカッションフォーラムに問い合わせていただいてもいいです。使っていただいてもいいですけど、もう一個の街として、そのクオリティセンターに自分でバグを報告するという場合ですね、どうするかというと、まず、クオリティセンターを起動します。私、毎日見てます。日本人ですし。はい。で、プラスボタンを押します。これ、普通のデータベースクライアントですね。デルファイで作られてる。サーバーはインターベースだと思います。プラスボタンを押しますと、リポーテッドという状態から始まります。で、ここでまず、デルファイを選びます。プラットフォーム、Windows 特有の問題であれば Windows、64bit 特有の問題であれば 64bit、MacOS 特有の問題であれば MacOS。ジェネラルなその ID の動きとかですね、エディターの問題であれば All でもいいでしょう。選んでバージョンを選びます。XE3 は 17.0 ってことですね。で、エリアです。IDE のコードエディターのフォーマットがおかしいよと。
タイプはですね、非常にシビアな問題なのか、このまま開発が進められないかどうかとか、相手がクラッシュするという問題なのか、たまに起こる、軽微な問題なのか、まあ、レベルがあります。あとは、新機能の場合には F ですね、フィーチャーリクエスト。改善要求の場合には E。まあ、そのレベルを選んでいただいて、ドキュメントの場合は D ですね。選んでいただいて、ちょっと困ってるよと。で、発生する頻度としては、ほぼ絶対発生するなのか、たまにしか発生しないのか、大体発生すると。まあ、いろんな頻度を選んでいただいて、ビルドナンバーはどうしましょうか。これはですね、製品インストールした後に、ヘルプに出てくるバージョン番号ですね。17.0. ペケペケペケ、ペケペケペケです。これ皆さんの ID を起動した後に表示されるバージョン情報のところにビルド番号出てます。を入れていただきます。まあ、基本的に数字何でも受け付けますので、自由に入れていただければ結構でしょう。はい。で、ここになんかね、簡単な説明を書きます。t ストボックスズフォントあら。で、簡単な、もし説明が追加で必要であれば、バカバカと書いてですね、説明を書くわけです。で、この後、ステップのところに、手順を書きます。読んでも読まなくてもわかるだろうっていう、あんまり安易な考え方じゃなくて、本当に必ず発生する手順をですね、スタート ID から書いていただけるともっとありがたいですね。ね、クリエイト。VCL ね、でセーブイットとかですよ。プットD トゥザフォームとか、はい、でビルドアンドランとか書いていただく。で、もう重要なんですけど、最後に、はい、6に例えばどんな例えばですね、アクセスバイオレーションを受け取りますとか、で、抜きのエラーメッセージはこれですとか、ビルドしてなんか問題が発生しましただけじゃなくて、実際にどんなエラーが発生したのかを、もうちょっと具体的に書いていただけるとありがたいです。書きにくいな。ね。ですね。で、ポストします。で、アタッチメントはこの後使ってください。リポートを作った後に、このアタッチメントタブ移動してですね、アタッチメントって選んでいただくと、ZIP ファイルを添付できます。で、ここに皆さんのサンプルプロジェクト、まあ、EXE ファイルはいりません。でかいですので、最低限のプロジェクトを入れていただいて、投稿してくださいですね。で、そうすると私がですね、毎日何やってるかと言いますと、起動した後にクエリーで New REST と Reports ってなります。で、遡ってですね、最新でリポート状態のままのリポートをこうやって見ます。中にはですね、間違って3回押しちゃって、同じリポートを3通入れてる方もいらっしゃいます。で、こういう時に私の方で、コメント欄に消しましたよっていうのを書きながら、消したりします。で、あとは例えばユーザーのシリアルキーを入れてくれちゃってる人もいたりするんで、そういう時にはですね、メニューから、私、シスオペなので、アドミンなので、プライベート状態にしたりとか、他から見えないようにするということもできます。で、最後にですね、問題が分かれば、チェンジステータスというところでオープンにします。これで分かりました。で、この後、クオリティセントラルのレポートはこのまま、裏でですね、弊社のバグトラッキングシステムにデータがコピーされて、で、R&D の方でレビューして、問題が、治るのを回すと。だからこれはあまり無料のものなので、できれば、テクニカルサポートに直接連絡いただいた方が、バグの進行、修正の進行状況とかですね、パッチの有無とか分かりますので、まあこれはあくまでも、解決策を探すための一つの手段として使ってください。はい。じゃあ、お時間になりましたね。はい。はい、これ使っているプロトコルは HTTP なので、はい。ウェブが繋がっていればいけるはずです。はい。どっかにあるかもしれないですね。HTTP でつながり、オプションズってところに、あります。
とかあったかな。プロキシーはちょっと覚えてないですね。あったかもしれないですけど。ちょっと覚えてないですね。プロキシーな、ちょっとわかんないですね。申し訳ない。そうですね。今言った手順は実はウェブの方でも同じことができますので、もしよければ先ほど見ていただいたウェブインターフェースの方で、ウェブブラウザー経由で入れていただいても結構です。はい。ウェブちょっと検索が難しいので、検索するときにはこのネイティブ版を使っていただくといいでしょう。はい。で、英語でお願いしますということですね。はい。では、いいでしょうか。じゃあお時間になりました。ありがとうございました。